このうち岡山市北区の岡山工業高校には朝から中学校の教員が訪れ願書を提出しました。高校の担当者は必要な書類が揃っていることを確認し、試験の日程表などを手渡しました。今年から受験票を生徒がインターネットでダウンロードすることになったため、出願の受付にかかる時間が短くなりました。岡山県の公立高校の特別入試は全日制、定時制合わせて48校で行われます。願書の受付はあさっての正午までで、来月7日と8日に学力検査や面接などが行われます。